ニュースの謎多きミステリーソング。どうも皆さんこんにちは、全力ジャニーズマンです。よろしくお願いします。本日はですね、ニュースについての動画となります。ニュースですね、先日11月22日に30枚目のシングルギフテッドを発売しました。今回の動画ではですね、このギフテッドをね中心に話していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。まずね、この楽曲、メンバー増田貴久さんがね主演されているドラマギフテッドの主題歌となってますね。このドラマの世界観を踏襲したこの楽曲、ダイナミックなストリングスとミステリアスな楽曲展開が魅力のニュースの新境地サウンドとなっています。見ざる聞かざる言わざるをモチーフにした歌詞がね示すように、ニュースの、ね、謎多きミステリーソングとなっています。現在ね、YouTube の方でこのギフテッドのミュージックビデオ公開されています。皆さんねご覧になられてますかね。本当に初めて見た時にすごい不思議な感覚に陥ったねミュージックビデオでした。まずね、楽曲もねちょっとダーク感が強いね楽曲で、まあドラマにねぴったりな楽曲で、シングルではねなかなか今までねなかったような曲調のね楽曲ですね。まあ、このねミュージックビデオの見どころとしてはね、再生とね逆再生がねうまく繰り混ぜられているところだと思います。そこがねちょっと違和感不思議だなっていう思ったところですね。そしてね、部屋にあるものもねだんだんなくなっていくっていうね、すごいねからくりの効いたね面白いミュージックビデオだなっていうふうにね思いました。結構ねニュースのシングル曲でいうと、まあ応援歌系がね多いイメージがあるんですよね。なんでね、今回のギフテッドすごいに新鮮な感じがします。ニュースね、カップリングとかねアルバム曲とかだとねミステリアスなね楽曲とかはあったんですけれどもね、今回シングルにねなったということで、ぜひねこれファン以外の方にもね見ていただきたい、知ってもらいたいね楽曲だなというふうに思います。でこのギフテッドのね YouTube のコメント欄ね見てみると、まあ、ニュースファンの方はねもちろんなんですけれどもね、美少年のファン、ジュニアのね美少年のファンの方もね結構見られてるということで、ギフテッドの方に浮所さんがね出演されていますんでね、まあ、そういった関係でチェックしていただいてね、まあ、CD もね購入していただいている方も多くいらっしゃるということで、まあ、嬉しいですね。今回ね僕自身も購入ね全形態購入させていただきました。まあ、ギフテッドはもちろんねカップリング曲もね最高でしたね。で今回ね注目のカップリング曲としてまずね全形態にね入っているんですけれども、ルーツという楽曲ですね。こちらねニュースメンバーがね作詞作曲した楽曲で、まあ、20周年ソングになります。現在行われているね、まあ、ニュースエキスポのツアー中にね制作が進められた楽曲ということなんですけれどもね、周年ソングとしてはすごい新しい楽曲だなというふうにね思いました。まあ、ニュースのね周年ソングというと、前回の15周年の時にねストロベリーという楽曲ありましたけれどもね、周年ソングというとそういったね楽曲のイメージが、優しい感じのイメージがねあるんですけれども、今回はねまた違った形の楽曲でめちゃめちゃかっこいい楽曲になってます。歌詞もねメンバー各々がね担当しているということでね、それぞれのメンバーらしさっていうのがね出ていましたね。まあ、歌詞の中にはね歴代のニュースの楽曲のねタイトルが入ったりとかもねしてますんでね、ぜひ皆さんにね聴いていただきたい楽曲ですね。でもう一曲ねカップリング曲紹介させていただくとね、幸福論っていうね楽曲おすすめです。こちらの幸福論はね通常版の方に収録されてますね。すごいね爽やかな楽曲で、幸せな気持ちになりますね。もうその名の通りなんですけれどもね、なんかライブとかでもねすごい盛り上がりそうな楽曲ですね。ニュースのねこういった爽やかソングっていうのすごい好きなんですよね。ヒロイズムさんとねニュースの相性めっちゃいいっすね。最高ですわ。まあ、今回のね表題曲のギフテッドもそうですけれどもね、まあ、今までのね楽曲もね結構たくさんねありますんで、ずっとねお付き合いしてほしいなというふうには思いますね。いやー、また今回ねお気に入りの楽曲が増えましたね。ギフテッドね、リリースミュージックビデオはね本当に最高ということでね、そしたら皆さんパフォーマンス見たくないですかね。まあ、テレビ番組でねどんなパフォーマンスするのかすごい楽しみですよね。なんですけれども残念ながら今のところテレビ番組の披露予定はありません。いやもうほんと嘘だろうっていうふうにね思いましたね。結構シングルのね発売のタイミングでねいろんな番組にね出させていただいてパフォーマンスねしてるんですけれども、今回今のところね予定はありません。
なんならね、これフジテレビでギフテッドね放送してたんで、ミュージックフェアとかね、そういうので放送してくんないかななんて思ってるんですけれども、いやー、なんでだろう、ちょっとねこれ悔しいっすね。ミュージックステーションお願いしますって風にね思ってたんですけれども、発売週はねあのミュージックステーション放送ありませんでした。ちょっとタイミング悪いななんて思ったりもするんですけれどもね、マジっすか。前回ねアルバム出た時ね、カウントダウン TV ライブライブとかもね出演したりとかあったんですけれども、いやーマジか、ちょっとこれね消化できないっすね。年末にね、あの音楽番組、大型音楽番組あるんでね、ちょっとそこにね出演してパフォーマンス見たいっすね。フジテレビで言うと FNS 歌謡祭ね放送が決定していますけれどもね、今んとこそこのね出演メンバーにニュースがないんですよね。例年ね出てたイメージがあるんですけれども、残念ですね。見たいですね。年末のね音楽番組ね毎年楽しみにしてるんでね、一回でもね多くね出演してパフォーマンスね見たいなっていうふうに思います。ただねニュースの楽しみまだまだねたくさんあります。まず12月にはですね東京ドーム公演があります。先日ねあの当落ありましたけれどもね、どんな感じですかね。僕もね2公演応募して1公演だけねチケット取れたんでね、まあ、ちょっとね安心した部分はあります。全シングルやっちゃいますっていうことなんでね、最近ねライブで聴いてない楽曲とかもね披露されるんですかね、すごい楽しみですね。まあドーム公演で、ね、泣いちゃいそうですね。まあメンバーね増田さん小山さんあたりはね確実に泣きそうなイメージがありますけれどもね、本当に行けることに感謝してね楽しみたいなというふうに思います。そしてですね、東京ドームライブの他に年明けにはねニュース大集会2024が開催されます。こちらはですねニュースエキスポの発売記念キャンペーンということでね、先日抽選結果発表されたわけですけれどもね、こちらも倍率が非常にね高いものとなってました。すごいね運よく自分はね当選することができたんでね、こちらもねありがたく活かしていただくんですけれども、今回のは応募された方はね皆さん配信も視聴できるということなんでね、残念ながら落選された方はねそちらのストリーミング配信の方をねチェックいただければと思います。ギフテッドのねテレビパフォーマンスがね今のところ長いっていうところはねちょっと残念なんですけれどもね、本当にファンとメンバーとね本当に濃い時間をね過ごせたらなというふうに思います。あ、でドリフェスねあのすごかったらしいですね。今月のね頭11月4日にテレビ朝日ドリームフェスティバルがねあってニュースがね出演したわけなんですけれどもね、すごい評判良かったらしいですね。ファン以外の方もねすごいニュースいいなっていうふうにね言ってたらしくて、誇らしいですね。僕自身ねもうあいにく仕事だったんでね応募すらしてなかったんですけれどもね、パフォーマンス映像見たいですね。メトロックもねニュースエキスポでね収録されたんでね、まあ、ドリフェスもねなんかのリリースのタイミングでね特典映像としてつけてもらいたいななんてね思いますね。ニュースね今年フェスにもね出演できたということでねすごい嬉しいですね。またね来年以降ねもうフェスの常連っていう風にねなってもらいたいななんてね思いますね。はい、では今回はですねニュースギフテッドを中心に話させていただきました。まあ、これからねドームライブイベントとね控えてますけれどもね、またね増田隆久さんのねミュージカルも決定しましたね。20世紀号に乗ってということで、前回のね How to Succeed がねすごい大好評だったということで、ね、今回もねミュージカル決まって嬉しいですね。まあ、今ね加藤茂明さんのね慣れの果て読んでる途中なんですけれどもね、本当に面白いですね。ちょっとね自分遅れてね最近ね読み始めたばかりでね、まだ途中なんですけれどもね、すごい才能だなというふうにね思いますね。まあ、引き続きねニュースの作品メンバーのねそれぞれの活動っていうのにね注目していきたいなというふうに思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。